はい、皆さんこんにちは、西です。今日はですね、一番の走る山手線やっていきたいと思います。昇格試験、おお、いい233が並んでますよ。やっぱ京浜東北線のいい233ももう走り出して24年ぐらい経つよね。確か2010年とかに出てきたと思うんだけど、2009年だったかな、2008年だったかな。長いよね。だって200経験短かったからね、短命だったから。南部線もね、歴代205とかまあまあ長く走ってたけどね。下級運転士昇格試験。雨なんだね。じゃあワイパーを動かしまして、速度、制限速度プラス3。ああ、大丈夫。低速ポイント星3つ評価だとあれ難しいんだよね、あのミッション条件に。もう最強線いるね。ダメか、ハートくれなかった。制限65。雨降ってんだもんな。最近ね、ゲームもやってなくて、久しぶりにゲームやった。4日ぶりかな。前はね、結構ほぼ毎日やってたんだけど、制限75。あ、もう停車か。70キロは朝からな。結構ね、 B5 でもブレーキかかるからね、雨なのにね、結構ブレーキかかる。あ、これブレーキ込め直しなしもらえる。ほら。でも減点は食らうだろう。時間が早いもん。結構オーバーしたな。1メートルオーバーラン。オーバーランか。2メートルか。フリーボードで練習した方がいいのかね。ブレーキ込め直しなしって。E231系で土買われた。土買われたでいいのか。土買った技術を引き継いだんだ。はい、閉じて。たった4駅しかないからね、これもね。寂しい限り。そういえば、ゲームは1日1時間までって、ね、ルールが、どこの県だか忘れたけど、あるらしいんだけどね。最近はもうね、大人になるともう1時間ゲームするだけでも大変で、結構きついよ。だから大人になってわかるよ。でも嫌でも1時間もやれなくなるよ。これどうかな？ダメかな？米直しなしもらえるかな？
あ、ダメだ。お、13.0センチ。平沢大河選手の背番13。ラララララララ、平沢大河。今日も俺たちに勝利運べよとかって、そんな歌詞やん。平沢大河選手もな、一軍に上がってきて、まだ一軍昇格してないもんな、これ。2016年、ドラフト1でね。あ、確か2015年10月、2015年ドラフト1位なんだけどね。2015年にドラフト会議やったから。プロ野球のね、選手メーカーによって、年度でドラフト、2016年ドラフト1位って書くところもあればね、2015年ドラフト1位って書いてる。平沢大河選手だったら、週刊ベースボールだと2016年度ドラフト1位って書いてんだけど。まあ、ドラフト会議やったのは2015年なんだけど、2016年ドラフト1位って書くところもある。まあ、だから2016、年度は書いてないんだけど、2016年ドラフト1位。って書いてる。週刊ベースボールのあの選手名鑑とかはそうなんで。結構バラバラなんで。平沢大河選手ね、上がっ、仙台育英からね、ロッテにドラフト1位で入ってきたんだけど、楽天で行くんじゃないかみたいなね、感じだったんだよね。まさかロッテが指名するとは思わなかったみたいな。まあ、走攻守ね、揃ってる選手だからね、もったいないっちゃもったいないんだけどね。あの、里崎チャンネルさんのね、トレードに出してもあげてもいい、トレードに出してあげてもいい選手、ロッテ編で平沢大河さんの名前出してましたけど。二軍では出てんだけどね。僕も二軍で見に行った時、平沢大河さんいたから。新大久保停車。あら、やべえな。だいぶ遅れてる。最後の駅だけあれか、15秒以内に止まればいい。だいぶ手前で止まったな。非常停車なし、最終駅で15秒以内に停車。なんか、ロッテもドラフト1位がね、悪かないんだけど、タイトルホルダーまでいかないよね。タイトル、安田選手にしても、藤原恭太選手にしてもね、なんかタイトルホルダーと、取る選手に成長してほしいなっては思うんだけど。安田選手もね、2割4分とかでしょ ?2 割4分で10本とかそういう感じだもんね。それだと困っちゃうんじゃない?やっぱり。ロッテ球団としてもね。そう、な、日本ハムとかもさ、選手ブレイクするじゃん。パッと出てくる、選手、みんなタイトルホルダーだもんね。
だ松本剛選手もさ、ブレイクしてね、首位打者とか、万波選手もね、ホームラン王一歩手前とか、ね。まあでもベストナインとかゴールデングラブ取ってんのかね。でもタイトルホルダーに絡んでくる活躍をするけど、ロッテの選手ないもんね、なかなかね。タイトルホルダーだよね、やっぱりね。取ってほしいのは。そういう選手がなかなか出てこないっていう。2022年にね、高部選手が盗塁を取りましたけど。まあ、2021年、和田選手がね、確か盗塁を取ってますよね。22盗塁、23。荻野選手のは。なかなかね、タイトルに絡む選手がロッテ出てこないっていう。まあ、鈴木大地さんとかね、今楽天に来ましたけど、ロッテ時代打ってましたけどね。あの人 FA で流出させたのは大きいかなっていうのは思うんだけど。あ、で、これで一面は終わりか。全部やってない。ランク B とかも。はい、じゃあ、運動、二面ですね。じゃあ、これをやりましょう。お、高輪ゲートウェイから有楽町。ブレイクはするけどな、タイトルホルダーに絡むぐらいのね、活躍をね。だから、2011年か、石峰翔太選手がね、1年目、盗塁王に絡む活躍をね、してたんだけど、まあ、盗塁かな？確か30盗塁ぐらいしたんじゃない？ 2 割6分、2割7分だったかな。30盗塁ってね、多いんですけどね、あの時でもロッテの岡田義文さんがね、制限じゃない、盗塁44盗塁したんだけど、盗塁王になれなくてね。だソフトバンクの本田さん、この人が60盗塁ぐらいしたんじゃない？それで盗塁王だったからね。レベル高すぎんだよ、あの年の盗塁王。60いったのかな？ 59 とか58とか、もう60近い盗塁数だったからさ。えげつない盗塁数だよ。岡田選手の44とかでもすごいのにさ。それをまた上行くっていう。まあ、251系ですね。制限55っていうのがあった。251系、いいですね。あ、また200。あ、23。これさ、原稿するのがいちいちめんどくさいよね。それさえなきゃ全然いいゲームだった。まあ、いいゲームはいいゲームなんだけど。ちょっと早いか。で大丈夫だと思うんだよな。やっぱ難しいなこれ。あ、24センチ。お、251、まだ並走してた。
これはボーナスくれないか。あ、30センチ以内だと加点してくれんな。次は、あ、今、高輪ゲートウェイ、田町か、田町。浜松町か。飛行機も飛んでるね、真上。はじめ、出発、進行、田町、停発。制限65。よし。制限55、進行55。ジョコの標識があったね。60か。75。これ惰性で多分60落ちんじゃない？やっぱり。あ、警笛鳴らすの忘れして。信号70。信号80。信号80。もうすぐ停車か。またね。この辺で大丈夫か。あ、でも時間あるね。あ、こんなに。こんなに。ちょっと時間潰さないとダメだね。おお、来た来た。うん、時間潰した。まあ9センチだからね、いいよね。いいよね、こうやって立体的ね、間近でこの角度で E23 を見れたら最高ですよね。あの、プラグ&プレイだっけ、長いやつやったんですよ、レベル5の。博多南から新大阪まで。なんかファミリー編成だったような気がするんだけど、子供編成だったかな、なんかそんな名前だったと思う。難かったね、総合評価96点だったの。ノーコンティニーではクリアできたんだけど、難しいわね。あれ、金星取れないんじゃないかなっていう。制限65、よし。難しいよなぁ。レベル5はちょっと難しすぎるなぁって。電車大好きプラレールがいっぱいみたいにね、プレイすれば必ずクリアできる。やつじゃないとやっぱりダメだ。信号70。これぐらいでいいか。70キロはいいんだけど。信号の制限60。忙しいね。これぐらいで。時間がちょっと余ってるね。E23 を。
あ、これも時間潰したいでしょ。あ、ちょっと時間潰していいだ。え、これ遅れるかもしんねえな。14.2。これは加点されるのかな。あ、されるんだ。はい。次が有楽町。有楽町で終わりっていうのもまた中途半端だね。東京で終わりたいぐらいだ。ここは新橋なんだ。はい、出発進行。進行、新橋、停発。制限80。あれは難しすぎるな。でもラグアンドプレイの新幹線レベル4だったらなんとかなるし、ね、なかなかね遊んでも解放されないんだよね。まだレベル2とかレベル3のダイヤも残ってるはずなんだけど解放されないんだよね。金特戦いたのか。これで大丈夫かな。これで多分落ちると思うんだよな。あ、これで米直しなし狙いんじゃね。狙えなかったな。有楽町停車。あ、ブレーキ米直しなし取れた。でも7秒遅れたから引かれるか、点数は引かれる。もうちょっとさ、低速帯とか低速ポイントとかなくしてね、好きに運転させてほしいなっていうのは、まあそしたらフリーモードで遊びなさいってなっちゃうけど。あ、今来たの。あ、でもユス3つ取れた。ベイエリアから都心へって。はい、ということで、これで終わりか。あ、フリー走行ね。はい、ということでね、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。